色味がどうもおかしいというのがあると思います。で、この背景の紙なんですけれども、今白っぽいグレー、まあグレーに近いちょっとグラデーションの入ったグレーなんですけれども、グレーを引いてます。でこの下にも私これグレーを引いてるんですけれども、グレーっていうのはカラーバランスの基準となる色なんですね。ホワイトバランスの基準になるので、カメラにグレーを撮ってあげると、背景に映るように撮ってあげると、カメラはかなり正しく色を出します。ほぼ正確な色を出してくれるので、背景はややこしい色じゃない方がいいです。作業をしているとこのようにカッティングマットを引いて作業するのが当然だと思います。もしくは、下に新聞紙を引いたりすると思います。するとそこには色が存在します。カメラは被写体の色と背景の色を考えて、いろいろやるんですけれども、結果として狂う場合があります。カメラによって色の差っていうのは結構出ます。それはもう皆さんご理解されてると思うんですけど、メーカーによってもかなり違うんですけれども、まあ機種によってだいぶ違います。ニコンのね、こちらのカメラで撮ってみたいと思います。まずですね、カッティングマット、緑色のカッティングマットを置いた状態で撮ってみます。赤く映ってます。結構赤く映りました。背景の後ろの方がね、赤いのが分かると思います。ではこれをグレーの背景に持ってきます。これで撮ってみましょう。安定しましたね。随分安定した色になりました。全然違いますよね。ほら、このぐらい変わってくるんですね。まあそういう場合ですね、どうしたらよいのかというお話をしたいと思います。基本的にはまずそのこの上の今ランプ、さっき最初に申し上げましたその中光色電球色を混ぜないっていう部分、これも重要です。つまりここに降り注いでる光を安定させてあげること、色の温度を一定にさせてあげた方がいいです。それから、背景はできる限りシンプルなもの、シンプルでグレーなのを使ってグレーの背景で撮ってあげる方が良いです。でもいちいちごちゃごちゃしてるのにこんなことするのはめんどくさい、カッティングマットのまま撮りたいというのは当然だと思います。じゃあどうしたら良いのか。この機種ですとホワイトバランスが選べます。上位の機種になりますとホワイトバランスの中にプリセットというのがあります。これでホワイトバランスを取るということができます。どういうことかと言いますと、これで新規設定ってこのカメラをやるんですけれども、こうやってグレーの被写体を取ります。これで今ホワイトバランスがプリセットに合いました。プリって出ましたね、ここに。こうしてやるとどんなに緑の被写体があってもちゃんとグレーで映り、グレーはグレーで映ってくれます。きちんとした色で映ってくれます。色に変化は起きません。つまり、ホワイトバランスは常にプリセットされた同じ状態で撮るから大丈夫ということになります。では今度はこのカメラでやってみたいと思います。このカメラにはホワイトバランスをこの状態では選ぶ項目がありません。ホームを押します。プログラムオートにしてみましょう。大体どのカメラにもこれはついてると思います。ある程度いろいろね選べるようにこれでなりました。メニュー、ホワイトバランスが出てきました。今ホワイトバランスはオートです。変えていくと色が少しずつ変わっていきます。電球にすると真っ青になりました。もちろんこのままで撮れてしまいますね。晴天、比較的近い色が出てるかなとは思います。どういうことかと言いますと、この今上に最初につけた電球がですね、中光色なんです。昼間の光の色と書きますね。つまりホワイトバランスが
太陽という意味なんですね。僕が今つけてる電球っていうのはホワイトバランスが太陽光になるように上から電球を当ててますので、撮る時も太陽光でほぼ合ってる状態で撮れるんだよという話なんですね。ただですね、やっぱちょっと電球がかってるんですね。やっぱちょっと違うんですね。その辺難しいんですけれども、まあこれが近いかな、比較的。今蛍光灯2かなんかで選んだんですけれども、この辺はねもうカメラによって全部違うので最適なホワイトバランスを見つけ出していただきたいんですけれども、とにかくね、そうやってやってみてください。で、おすすめなのは電球色じゃなくて中光色の蛍光灯で家の電球というか模型環境の電球を揃える方が、いいです。中光色っていうのは色の基本なので、色の基本のねケルビンに近いので、色温度に近いのでね、ガラガラっと扉開けた時とか窓を開けて窓の光を入れてる時の色とよく似てますんでね、非常に扱いやすいので、それをぜひね使ってみてください。